い、琵琶湖です。よろしくお願いします。はい、今日はね、三重にある最低評価の海鮮丼を食べに行きたいと思います。はい、最後まで見てください。はい、琵琶湖。はい、まずこちらをご覧ください。こちらの店の評価が 1.9。 あー、評価悪いね。はい、じゃあ口コミ見てみましょう。旅の途中、食事で雰囲気台無しになった店、やたらと勧めてくる海鮮丼1980円、来たらなんだこれ、店員の味覚を疑う鮮度の悪い刺身のオンパレード。ああ、なるほどね。家族で旅行中に昼食のために立ち寄りました。やたらと元気な高齢者の店員が数名呼び込みしていて、軽い気持ちで海鮮丼を頼みましたが、とても食べられるような品物ではなく、スーパーの刺身以下の味でした。おお、なるほど。客引きのおばちゃんに釣られて入店してしまいましたが、旅の大切な一食を無駄にしました。客引きのおばはんがおんねんな。はい、めちゃくちゃまずい。星一つどころかマイナスにしたい。二度と呼び込みしてるババアのいる店には行かないと教訓になる店。ああ。じゃあ逆に評価のいいやつを見てみましょう。必見、初めて海鮮丼のクオリティの低さに驚かされました。見た目だけではなく味のまずさ、料金に目が点になりました。チャレンジするかはあなた次第。これを超えるものは今までありませんでしたと。これ星5やんな。いやね、ちょっとどんな感じかね、楽しみです。行ってみたいと思います。レッツ。今回行く店の近くにね、観光地があるということでね、ちょっとね、動画の尺を伸ばすためにね、行きたいと思います。なあ、まあ観光客はね、ジジババが多いですね。はい、こちらが観光地の夫婦岩です。ああ、もう無理やり感がすごいな。いや、これ夫婦岩ってもう人間のエゴよね、こんなもんね。岩からしたら迷惑よね。こっちが男とこっちが女と、いや、もう男女差別もえぐいな、この岩。もう無理やり観光地作ったろうっていうね、人間のエゴの塊でした。チャーク。はい、こちらが今回行くお店です。なんかね、すげーでかい建物やね。まあ、ディスプレイの感じはね、まあ普通やけどね。あ、これがね、問題の海鮮丼ですね、1980円。まあとりあえず入ってみたいと思います。入店。口コミで海鮮丼をやたら勧めてくるとかね、書いてたけどね、全然勧めてきませんでした。こちらがメニューです。まあ値段はね、まあまあするね、高いですね。海鮮系がすごい高いですね。はい、今回頼む海鮮丼が1980円。なんか写真のマグロちょっとだいぶやばいけど、まあ頼んでみるか。注文。海鮮丼一つは。店の中はね、まあ至って普通でしたね。よくある食堂って感じ。はい、ではこちらが問題の海鮮丼です。ワンツースリー。はい、こちらが問題の海鮮丼1980円です。正直見た感じ普通やで。今まで食ったまずい海鮮丼と比べたらね、全然クオリティ高いわ。まあ口コミしてる人からしたらね、悪かったんかもしれんけどね、もうまずい海鮮丼を食べまくってる俺からしたらね、なんか美味しそうに感じるわ。セットでついてきたお吸い物がこれか。あー、まあ普通やね。口コミでこのイクラ偽物とか書いてたけどね、俺はよくわかりません。じゃあまずね、マグロから食べてみたいと思います。全然悪そうにないけどな。ジーショック。まあ全然普通よ、食べれるもん。もう食べれへん海鮮丼今まで食べてきたから、そう比べるとね、全然美味しく感じます。いや、そりゃ新鮮かどうかって考えるとね、そりゃ微妙な線よ。だって評価低いもん。いや、そりゃ評価悪いところで美味しさを求めちゃダメよ。この店の評価が 1.9 やから、もっとひどいのが出てくんのかなとか思ったけどね、全然普通でした。まあこの海鮮丼の値段が1980円やからね、この1980円食べてこれ食べたいかって言われたらね、まあちょっと微妙かな。まあそれやったらもう全然スーパーのやつでいいと思います。マグロもエビもサーモンも普通やったけどね、この白身のやつ何かな、ちょっと食べてみたいと思います。あ、
この白身のやつはね、唯一美味しいな。なんかちょっと新鮮な感じがありましたね。この店でね、星1つけてる人、ぜひ鳥取のあの海鮮丼も食べに行ってください。あの、人生変わると思います。お吸い物はどうかな？お吸い物もまあ普通かな。割と普通な海鮮丼でした。ごちそうさま。次回予告。リスナーから教えてもらったヤバいラーメン屋に来たビアコくん。そこで頼んだラーメンがとんでもなくまずかった。さらになぜか色紙を書く羽目に。果たしてビアコくんは完食できるのでしょうか。次回、接客はいいのに世界一まずいラーメン、ぜひご覧ください。次も絶対に見てね。なんで俺のチャンネル子供見てんねん。